い、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の等差数列とその和丸5をお送りします。で、前回丸4で、和のね公式やったんですが、まあ、それを使った問題演習2問やってきます。で、前回の動画の最後ね、3問って言ったんですよ。次回はって。すいません。ちょっとね、勘違いで2問でした。大変失礼しました。で、なので、今回この2問やっていきますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回ね、まあ、2問問題取り上げてるんですけど、実質1問なんです。で、どういうことかっていうと、この1番はね、公式なの、本当は公式でね。で、それを覚えてほしいんですけど、一応問題として取り上げました。で、どういうことかっていうと、1番は自然数の数列の和です。だから1たす2たす3たす点点点 n まで、1から n までを足してるんです。で、まあこれね、結局は公式なんだけど、前回やった数列の和のね、公式を使ってちゃんとやっていくと、等差数列の和っていうのは、初項と項数が必須だったね。A と N は。で、今回初項は一番最初だから1です。で、項数、まあ、数の方でいこうか。項は何個あるかなって。1、もう入っちゃった。1、2、3から N まであるってことは、まあ、順番にね、数字も並んでるので、項の数も N 個あります。で、この2つが必須で、あとは、項差 D だね。もしくは、末項の L、どっちかが分かればいいと。で、今回実は両方分かるんだよね。項差1ずつ増えてるから1って分かるし、末項 N って書いてあるしね。で、どっち使ってもいいんだけど、前回の動画の左側の方が簡単なんで、だから今回末項を使います。で、マックを一番最後だから、これも N になると。で、この3つ使って公式やっていくと、一応公式書きましょうかね。SN イコール、2分の 1N、カッコ A プラス L。これ左側の方だね。前回やった。この3つを使うやつ。で、あと当てはめるだけで、項数は N。まあ、そのまんまだね。初項1、マックを N を入れると、2分の 1n。で、1たす n なんだけど、ちょっと諸事情で逆にします。こう。で、実はこれで終了です。これをやりたかっただけ、今回。実はですね、自然数1からね、1から n まで足した時の和っていうのは、絶対これで求められます。で、これすごく大事なの。これ。1から n まで足したやつって。ちなみに、結構先なんだけど、スレズの勉強のとこでね、シグマってやつが出てきます。シグマ。で、そこでもう一回出てくる。これ。2分の 1n カッコ n プラス1。なので、ここでもね、もうまずがっつり覚えてほしいなと思って取り上げました。で、ちなみに、本当にこれで求められるか、ちょっとやってみます。で、あんまでかいとめんどくさいので、じゃあ、1から10まで足しましょう。じゃあ、1から10足すと55になります。もしあれだったらね、電卓とかでやってみてください。じゃあ、本当に55になるか。1から10までなんで、n が10です。代入します。2分の1かける10かける n プラス1なんで11です。約分します。5。5かける11だから、55となってちゃんと出てくる。いいかな？まあ、こんな感じで2分の 1n かっこ n プラス1ですね。よく出てきますんで、ぜひね、覚えておいてください。で、もしかしたら今さ、外でどんどん鳴ってる音が聞こえるかもしれないんですけど、珍しくですね、自分が住んでる地域、雪がね、前も降ったんだよ。2日前にも降ったんだけど、また今日降りまして、屋根からすごい雪が落ちてるんですよね、近所の。で、その音がもし入ってたら申し訳ないんですが、まあ、気になったらね、その音ですなので。で、今回、この自然数、ね、のこれが公式なんですけど、あと2個、もしよかったらちょっと覚えてほしくって、何かっていうと、奇数を足したやつと偶数を足したやつです。で、奇数を足したやつは、まあ、奇数なんでね、1足す3足すって始まって、最後、2n-1 までです。ここまで。これを足したものっていうのは、n の2乗で求められます。で、もう一丁。今度偶数ね。
偶数を足したもの、2足す4足す 2n までね、足したものは n かっこ n プラス1で求めることができます。で、これはみんなが使ってる教科書とかワークによって載ってたり載ってなかったりするかと思います。自分ちょっと本屋さんで、ね、チェックしましたけど、結構バラバラでね、おそらくこれは載ってる、絶対載ってるんですけど、それにこっちだけ載ってたり、こっちだけ載ってたり、両方載ってたりするね、バラバラだったんだけど、まあ、もしよかったら覚えてくださいね。ちょこちょこ使えますんで、まあ、役に立つとこだからねっていう感じで、2番やる前にちょっとね、また焦点が多分合ってないのでちょっとずらしますね。よいしょ。で、2番こっちの方が若干今回めんどくさくてですね、初項48、末項マイナス20で和が出てるんだね、490で、この等差数列の交差と項数を求めに行きます。交差と項数で、どうやっていくか、まあ、一気に2つは出せないので、どっちから攻めたい、あ、攻めるかっていうところが大事なんですけど、まずここにある情報、初項、末項、和があるので、それを使う公式、まあ、和があるからさ、もちろん SN なんだけど、前回2つ公式やったっていう話をしましたね。で、その中でも末項があるのは左側の公式、つまりこれですね、今やった。で、これを使っていくんですが、こうでしょ、 SN、 ここ和だから490です。で、 N が項数なんで分からないやつだけど、 A は初項48、末項マイナス20分かるので、全部代入すると490イコール2分の 1N かっこ48マイナス20となって、 N だけの式になるんだよね。そしたらこれ解いたら N 出てくるから、で、やっていくと、ここ24だから2分の1で割ると、ちょっとひっくり返すよ、 12N イコール490、おっと、これ割れ 12N14N だ、ごめん割れきれねえと思っちゃった今、失礼しました。28だもんね。で、14いけんのかな ?4 でいけないから3でやって、42、70残るから5か。割り切れんだね。35となって、これ、項数ね。まあ、後でちゃんと答える部分書くけどね。まあ、項数、数のやつですわ。35って出てきました。じゃあ次は、交差をいきます。交差。で、これはですね、一般項を求めてしまうのが、個人的には楽かなと思います。等差数列って言ってるからね。なので、an イコール、公式が a プラス n マイナス 1d でしょ。で、今、これ、項数35ってのが分かったから、末項、一番最後ね。これ、言い換えると、35項目がマイナス20なんだよね。項数が35個あるから、35番目。最後がマイナス20だから。つまり、35、N が35入れた時の数がマイナス20なんだよね。で、やって当てはめると、マイナス20でしょ?初項は 48A ね。で、言ったように、ここが35が入るから、34D となります。で、これも D だけの式になったので、ちょっとまとめると、34D、持ってくればマイナス68か。ってことで、D、下入るかな?ギリ。D がマイナス2というのが分かった。で、これで D は交差なので、もう両方出てきたから最後。交差がマイナス2。で、項数か。項数が35。これで終了という感じになります。まあ、前回やった公式をね、使っていけば解くことはできるんですが、まあ、こんな感じで、ぜひね、やってみてください。では、今回は高校数学数 B の等差数列とその和丸5をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回も問題演習です。ちょっとこのタイトルね、しばらく続くんですが、まだ。で、次回が3問。今度こその予定ですので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。